さあ、それでは続きをやっていきましょう。デスタロースさんの続きっすね。ちょっとほこり乗っちゃったな。まあ大丈夫でしょう。ということでね、こちらね、塗り分けがあるでね、この下の部分がね、セミクロスブラックですせという感じなんで、マスキングをしていきましょう。ビットを大きく取ってですね、これはね、やっぱり研ぎ出しをね、した後にやらないとね、具合が悪いので。あ、ここか。ちょっと今回もカメラのアングルをなんか毎度変えて、見やすいように見やすいようにとね、ちょっとこう研究をしながら。よいしょ。ね、せっかく見てもらうのね、見にくきゃね、しょうがないんでね。ちょっと鍋さん、それないわ、見にくいわっていうのがね、あったらね、言ってもらえれば、ちょっと検討していきたいな。思いますので遠慮なく言ってください。直せるところは直していきます。お前の動画は直すとこだらけだわっつってね。なんかね、自分の中で納得いくようにやりたいんだよね。やっぱりね。もっと簡潔な動画がいいとかね、あるかもしれないし。だけどまあ逆にね、なべさんのほんとしょうもない話をね、聞いてくださる素晴らしい視聴者さんもね、いらっしゃるんで、ね、よし、こんなんでどうでしょうこんなんでいいわけねえじゃねえか。で、ここをこの辺か、カメラのアングル的にこの辺か。最近もうね、動画さ、何年やってやっと気づくんだって思うんだけどね、やっとこの動画の狙い目っていうの、このさ、はみ出さずに撮るとかさ、その辺がやっと慣れてきて、何年もかかったねあんまり気にしてなかったっていう言い方もね、ちょっと視聴者さんに申し訳ないですけどね。で、ここを切っていきます。いい、なんか酔っちゃうな、体が。カメラの位置がね、思いっきり今回違うからさ、体も変な風に寄っちゃうんだよね。皆さん、ね、季節の変わり目でお体の調子は崩していませんか？かっていう声が今すげえかすれちゃったな。かすれていませんか？かすれていませんかじゃねえ、体壊してませんか？鍋さんは頭の中がかすれてきています。よっこいしょとね、こうしとこう、きれいに。ここのね、モールドちゃんと掘っといたからさ、モールド掘っとくとやっぱりこういうのもね、やりやすいんだよね。ほんでこうやってね、やって、この緑のさ、これホームセンターみたいなので見つけたんだ。これ視聴者さんにね、もらったやつ。これすげえ使いやすい、なんかいいんだよね。なんか視聴者さんね、教えていただいたんですけど、なんか結構凹凸用のやつみたいなさ、あるんだね、そういうのね。あんまり今までそんなこと気にしたことなかった。で、こうやってやるといいよと。で、じゃあ他のとこどうすんのって言って。これね、あれなんですよ。ビニール袋でやっちゃうと、ビニール袋って結構ね、カサカサしてて、それがね、傷をつけるんですよ、こう、ボディに。良くない、ものすごく。紙がいい、一番。特にいいのは、コピー用紙とか、そういう紙。ね、ティッシュ、ダメ。あ、ティッシュじゃない、ビニール袋はね、全然ダメ。やられちゃう。んで、あとは、そんなとこか。あと、ここだね。ここも塗り分けないと。だからすぐ体こっち行っちゃう。ここね。これ、椅子がいけないんだね、今、椅子の位置が。椅子引っかかってた。よっこいしょ、よっこいしょ。あ、首で。で、マスキングしてくる。ここマスキングしにくいね。頑張るか。どうやってやろうかな。そう、これ多分ね、薄いんだよね、このマスキングテープが。薄いから、割と貼りやすい。短っ。しまった。短かった。この辺マスキングすっか。に使うか。もったいない。だけど、この中もそうじゃないのかな。説明書をさ、なくしちゃってさ、大掃除最近ちょっとよくしてて、以前もちょっと言ったんだけど、ね、ミニマリストになりたいみたいな気がもうね、プラもやってる時点でそれ無理なんだよね。
だけどまあ無理というか、まあちょっとねこうしっかりとやっていきたいなと思うから、あのできるだけもうね物をね減らしていこうと思って、いやもちろんね必要なものは取っておかないといかんよ。これってさ、でもここって黒い方がいいんだろうね多分。でこの辺も黒い方、ここも黒い方がいいんだろうね。こっちはボディ色にして、だからこの辺も塗っちゃっていいような気がするんだよな。ちょっとこれ、まあ、ちょっと一旦ここ置いとこう、まあ、ここだけマスキングするか。そう、ミニマリストっていうかね、まあ、本当必要なものだけ取っておいて不要なものは捨てるという、もう貧乏症をね、なくしていこうと思いまして、これ難しいな、やめた。もう物がね多い本当に。取っておくのはねプラモだけにしといて、不要なものはもう本当に不要なもの、あ使うかもしれんしねみたいな、まあそういう系はねできるだけ捨てていこうと思って。ゴミはたまる一方だし、プラモはねやっぱりこう必要なものだから取っておかないといけないんだけど、それ以外のものはね道具とかやっぱりちょっと買ったけど失敗だったなみたいな、そういうのはまあ本当容赦なく捨てていこうと思ってね。まあ以前もねこんな話したけどね、本当になかなかそれが叶えれなくて、前も言ったけど黒釜さんの部屋がすごく綺麗だったからさ、綺麗っていうかまあ綺麗だね、うん、ちょっとあれに憧れちゃってね。今さその床の上にも物が置いてあって、まあ獣道じゃないけど、まあ綺麗好きの人から言ったらそれは獣道だよって言われそうだけど、まあできるだけ物は減らしていこうかしらとね、ちょっと悪あがきをしてみようと思っております。マイクにボディが当たった、これちょっとめんどくさいねここ。これはフィニッシュでできないからな、できないことはないけどフィニッシュの方がめんどくさくなりすぎちゃうからな。入らない、上に反らせて下に落とすような感じで貼らないといけないんでね、それができないから今困ってんだけどね。よしよしよし、実はねガンプラ、もう昔作ったガンプラ出来の悪いやつとか全部捨てた。あのゴミ収集のさ表を見てさ、プラあのおもちゃのプラモデルってどこに捨てりゃいいのかなってこう検索かけたらさ、まあ普通に可燃ゴミで捨てていいですよ的な感じだったからさ、じゃあもう捨てるとか思ってもうどっさり捨てた。もうさ HG とかさあの作りかけのやつとかも結構あったんだけど、もういいわとか思って、じゃあ視聴者さんで欲しい人おったら集ろうかなとかも思ったんだけど、あのねどうせ捨てるぐらいだったらみたいな感じで、だけどあんなもん送られても困っちゃうわみたいなさやつばっかだったから、中途半端作ったやつとか塗装も途中でやめちゃったやつとかさ、だからもうね潔く捨てようと思って捨てちゃった。うちのメンバーの王ちゃんがガンプラ作るからさ、あの王ちゃんにあげようかなと思ったけど、王ちゃんにこんなもんあげても王ちゃんも困るわとか思って、聞いたらね、マスターグレードとかああいうのだったら欲しいとかって言われただけど、またねマスターグレードもねあげれるようなもんがなかったんで、おーちゃんごめんねあげれなくて
さすがにね、あの手つけてないやつはね捨てれなかった。もったいなすぎる。結構視聴者さんにもらったやつもあったりするから、まあ、それはねもちろん作りたいから取っとくんだけど、もうねそれ以外はねもう全部捨てたった。なんだろう、何リッターかなの分からんけど、あの大きいゴミ袋3つ分ぐらい出たね。まだあると、まだあるかな、もう1袋分ぐらいあるかな。もうね、もうだって、ね、ご存知ガーフデルしか作ってないじゃん。でたまに気分転換であえて視聴者さんにもらったさ、ヤクト動画作ったりとかさ、そのぐらいでさ、あれも捨てちゃったよ。なので、あれ捨ててないかな、パーフェクト、じゃあフルアーマーユニコーンか、あれ捨てたかな、どうだったかな、忘れちゃった。どうしようか、すごいね、なんか高いキットほどとか思っちゃって、いやバラバラにしてはあるんだけど、こう縫い分けするためにさ分けてはあったんだよね。分けてあって、どうしようかなとか思いながら、まあ、だけどそれが貧乏症のもとだよなみたいな、なんかで物が増えて部屋が汚くなってみたいな。で今このね、自分が過ごしてる部屋自体が綺麗だったらさいいんだけどさ、ちゃんと収まってるっていうことでね、だけどもうそうじゃないからさ、まあ捨てたろうと思って、もう頑張って捨てたって感じだったね。BB 戦士じゃないねBB 戦士なんて懐かしいな、SD ガンダムとかさ、あの辺もだいぶこんなん買ったかなみたいなのもあったな。何、スターゲイザーガンダムだっけ、あったっけこんなもんとかも、いや覚えが全然なかった。何を理由でスターゲイザーガンダム自体アニメとかなんか小説だけのやつかだったような気がするんだけど、それさえ見たこともねえしなとか、なんで俺これ買ったんだろうとか思いながら、謎のものがいっぱい出てきた。でジオラマのやろうと一瞬思った時があって、それのグッズじゃないな、キットも買ったけど、それはねうちのメンバーの橋本さんにあげればいいやとか思って、聞いたら欲しいって言ってくれたんで、あほんじゃあもらってくださいっつって、トイレのプラモとかってあるんですよね。そのトイレのプラモを橋本さんなら使ってもらえるかなあと椅子とかね、学校の椅子みたいなやつ、そういうのとかもねもう使わないからと思って、取っといてもしょうがないしと思って、まあなんだろう、レアなねキットはね持ってなかったんでね、まあちょうどよかったっちゃちょうどよかったのかもしれない。レアなキットとかあったりするとね、やっぱりちょっとこうなんだろう、なんかに出したりとかさ、出店してみたりとかする気にもなれたんだけど、レアなキットも特にあるわけでもなかったし、もう激レアなキットはあるんだけど、まあ価値があまりないレアなキットってあったりするじゃん。昔あったんですよ、ガンダムのヘッドユニットだけ売ってて、ちっちゃいよ、100分の1だったかな。でしかも意味もなくなんかメッキしてあるんだよね、それのヘッドユニットのヘッドユニットの、しかも目が LED だよな、 LED で光るみたいなやつがあるんですよ。それを持ってたりね、まあ、それはさすがにちょっと捨てるのはねやめた。それだったらでもおーちゃんあげりゃ喜ぶかなと思って、まああげようかどうしようかもちょっと悩んでんだけど、まあでもあげた方がいいやな、今度おーちゃんに会うから忘れなかったら持ってこう。てか先に LINE で教えとけって感じだよね。もうさ、ほこりかぶった完成品とかもあるんだよね、一生懸命作ったやつとか、あれほこりちゃんと払ってメルカリで出そうかな。欲しい人は欲しいかもしれないしな、そんなね高くなくね、もうどうせいらないから、まあなんだろう、カーモデルを次なんか買う時の足しにするぐらいの金額で出そうかな。
ああそうそう、メルカリで思い出したけど、あれですね、たくさんの方にね、あのコンパウンド買っていただいてね、もらって本当にありがとうございました。皆さんもこれでね、ピカピカなね、カーモデルをね、目指して使ってもらえればなと思います。あれ、これマイク入っとるよね。あ、入っとるね、よしよし。でね、使い方はね、動画通りな感じで使ってもらえれば割と綺麗に仕上がることが、まあ仕上がりますって言い切っちゃうとね、ちょっと問題が起きちゃうかもしれないですけど、期待が持てるので頑張ってもらえたら。まあ実際ね、僕あれ特に何のインチキもしてなく、あのコンパウンド2つで、まあね、ラプロスは使いますけど、ペーパーやすいラプロスの6000番使って、あの鍋さんのコンパウンドを使って、でよいしょ使って黒釜さんのね、仕上げ用コンパウンド使って、まああんな感じで綺麗に仕上げているので、まあ、同じものをね使ってやってもらえば割といいかなと。まあ何でもそうなんですけどね、力ごなしにゴシ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 ね、磨かないようにねしてもらえればいいかなと。ボディも痛めちゃいますしね。なかなか大変だねこれ。こんな感じ、ここをさ、こう綺麗にこういう風にやらないといけない。それがなかなか、ああカメラ触ったら動いちゃった、すみませんね。で時間が気になってさ、この今、ああ揺れる揺れるようね、すみませんね、ごめんなさいごめんなさい。時間常に出てくればいいんだけどな。でそしたら今度は上の方もマスキングしないといけないね。郵便局員に覚えられちゃってさ、ガマゴリの本部の方の人にはまず覚えられてしまったんで、今日はって言われて、ほほほとか思って、で もう一軒ね近くにあるんで行ったら、そこでも覚えられて、今日もコンパウンドですか今日も昨日と同じコンパウンドですか、あそうですって言って、であのあれなんですよ、今ねやっぱりね、この話したかな、したような気がするな。陸送で送るからね、送るのに時間かかるんだって、届くのに。なんかね、それはちょっとね、僕の方でも申し訳ないしか、まあ、やりようがないんで申し訳ないんですけれど、時間がかかるみたいです、到着するのに。多少まあしょうがないっちゃしょうがないんだけどね、そればっかりはちょっと自分の方で操作はしようがないんで。だから皆さんのね手に届くのに、なんかこうやっぱり容器に入ってるものとかそういうのもね多少時間かかるみたい。一応ね、液体コンパウンドの方法とかね、やっぱそれで気圧が変わって漏れたりとかね、なんかあってもいけないんでね、せっかく届いてなんかぐちゃぐちゃになってたなんつったらね、一番つまんないからね、自分としてもね皆さんに綺麗に届けたいというか、たまに購入してくださった方で発送までが尋常じゃないスピードのやつがあったりすると思うんですけど、あれリアルで意外とああなんですよタイミングが良かったりすると、メルカリから来るんですよ、ね、購入ね、誰々が購入されましたっつって、はいっつって思って、でちょうど今持ってこうと思ったとこだったみたいな時をタタタタって書いちゃって、でタッと送ってね、やっぱねタイミングがいいとね、本当もう尋常じゃなく早く送れるんだよね。まあでも本当ね、できるだけ早く送れるように心がけてはいます。やっぱりね、買った以上早く欲しいじゃない。皆さんの手元に早く届くように。
こういう話をしていいのか分かんないんだけど、まあやっぱり自分であれで住所を手書きで書くから、あの男の人か女の人かって分かるじゃないですか、名前見れば。あのね、女のモデラ、女って言っちゃうかね、女性のねモデラが多かったっす。多かったっていうか、まあ女性でさ、例えばそのコンパウンドが欲しい女性の人なんてさ、このね僕の動画見たり、僕の鍋さんのっていうのを買う時にもう絶対カーモデラーでしょって、ね、思っちゃうじゃないですか、こっちは。いやなんかね嬉しかったですね、女性でもこうさカーモデル、やっぱ女性の方がプラモを始めるって結構そのあれが多いと思うんですよね、ガンプラが多かったりとかすると思うんですけど、まあ、そこで女性っていうのがねすごく嬉しかったね。あのホビーショーの時でも女性のなんだろう、そのモケ女の、ね、方々チームがあったりとかねして、だから、まあ、いらっしゃるのはいらっしゃると思うんですけど、結構そのね、今じゃそういうね女性の方が結構プランも作る、まあ結構ね YouTuber でも方でもね女性の方多いですけど、やっぱでもそういうの人たちって結構そのどっちかというと女の人もいても結局ガンプラばっかみたいなさ、いやガンプラ否定じゃないですけどね、ただやっぱりこうあんまり女の人がこうカーモデルを作るっていうイメージがないんで、そこでねやっぱり女性の方がねカーモデル作られてるっていうのはちょっとね、まあ、結構個人的に嬉しかったんですけど、よいしょ、難しいでね、気になったのがね、やっぱりその女の人ってどんなプラモデル作るのかなってね、そのカーモデルどんな車を作るのかなっていう、かやなんか可愛い車を作るのか、かっこいい車を作るのかとかね、スーパーカーなのか、例えばビートルとかああいうちょっと可愛い系の車を作るのか、あるいはもうねあの黒釜さんみたいにがっつりハの字にしてみたいなねっていう風に作るのかなとかさ、やっぱいろいろ気になっちゃうんだよね。やっぱそのホビーショーで見たね女性の方が作った、その僕らの展示されてた隣のね座れてた女性の方はね、もうフェラーリのがっつり作ってたんで、おーとか思ってさ、すっごい綺麗に作っててマジびっくりして、うん、まあっていうのもあれば、やっぱりそのねあの他の女の人で作ってたプラモデル、カーモデルを見ると、あのやっぱちょっとこう可愛く仕上げてきたりとかしてるんだよね。だからまあ様々なんだなと思うけど、やっぱちょっといろんな人ね見たいですね。あのもしねこの動画ね見てらっしゃって、女性の方でカーモデル作られてる方いらっしゃいましたらね、あの別にまあ正直、まあ、変な話じゃないですけど顔見えないんで、あの例えばねあのなんていうんですか、あのあれですよ、画像投稿にね出していただけるとね、またちょっとこう面白いんじゃないかなって。顔見えないんでね、恥ずかしいことでも何でもないんでね、でね名前だって本名で語らなくても全然大丈夫なんでね、あのぜひ女性の方もね、今なんか 100% 男性の、ね、方しかこうど、作品画像を、ね、送ってきてもらえてないんで、またね新たなこの楽しみが広がるんじゃないかなと思うんで、ぜひ送ってもらいたいですね。とりあえずこんな感じでいいかな。であとはその紙をこうね巻いて、で吹き返しがあるから、ここの部分とかこう出すとこっちに移っちゃうんで、こっち側もこう塞ぐなりなんなりしておかないとあのよろしくないんで、事故の元になるんでね、変なとこに行っちゃって風が、なんで穴を塞ぐなりなんかしないと、ここもちょっとこのここ見にくいよな、この2箇所ね、これもここにこっちからこう風を送った時に、今塗料をね送った時にやっぱり吹き返して、この周りがね黒くなっちゃったとかあるといけないから、この辺のね裏をねちゃんと止めておいた方がいいかなって思う。意外とねそういうのやらかすんでね、裏をちょっとねこうやってね今こう止めたね、ここ止めるなりしてね、
昔をやったんですよ、こういうの気づかなくて、えしゃーできてーってしゃーとか言ってやったら、裏から こっちからこの辺がだからモワモワモワって暗くなっちゃってさ、なんてこったいつって言ってなったから、よう考えれば分かることやろうとか思いながらやらかしてたね。まあ今度ねこう両面から貼るとね、剥がすときは大変なんだけどね、まあしょうがないね。だからこっち側もこう蓋するなりした方が本当はいいような気がする。やばい、お昼の後お腹すいた、なんかつうくろ。お料理チャンネルの方はちょっとサボりまくってて、なんかねいろんなバタバタしてて、あの動画もね本当取りだめが全然なくて、今何かと一生懸命つっちゃかんけど、まあなんかねバタバタしちゃってね。よし、ということでこんな感じでね、あとここは紙をこう当てるようにして、ビニールとかはあの研いだところね本当傷つけちゃうんで、結構ねカサ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 ってなったりしてダメなんですよ。一番いいのは本当にもうこのマスキングテープで全部ぐるぐる巻きにしちゃう。まあ僕は今マスキングテープいっぱい持ってるんで、このままぐるぐる巻きにしちゃってもいいんだけどね、やっぱもったいないとかねそういうのがあったりするから。マスキングテープね、結構紙でやる方が大変だっていう時もあるんだよね、車種によっては。だからその辺もちょっとこう考えた。今日は鍋さんよう喋るね、珍しい、喋ることねって言ってる時もあるぐらいだったね。もう最近朝からもうバタ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 動いてるんで、多分調子がいいんだろうね、逆にね。昨日変な時間に寝ちゃったからな、夜中でも意外と寝れなかったんだよね。寝なきゃと思って、明日は明日でやることあるしとか思って、郵便局行ってみたいなさ、いろいろあってね。あ、ちょうどなくなった、やばい、新しいやつ出そう。はい、よし。まあマスキングテープでやっていくのが一番こう絶対的に傷にならないんでね、いいと思います。マスキングテープもいつも最近こうやって止めてるんじゃないと、これ結構緩くてすぐ取れちゃうんだよね、これね。すぐこうパラって外れてさ、なんか外そうと思ったら硬いくせに、使っとる時にはポロッと落ちるんだよね。よし、終了と。ということでね、今日はねマスキングですね。まあちょっと隠れて、あとセミグロスブラック塗ってきますんで、一旦カメラ止めさせてもらいます。